ってみれば。まったくもう、何をやっているのですか、兄様は。過労って何ですか？正式にはいわゆる慢性疲労と言われるものです。簡単に言えば、体が疲れすぎてる状態ですね。疲れすぎると逆に疲労の度合いもわからなくなるそうです。疲れすぎると逆に元気になるってこと？それってにゃ、何を考えてるというのですか？誤解されるようなことをする方が悪いと思う。まあ、兄様のお盛んっぷりは後で聞かせてもらうとして、とりあえず病院に行って診察を受けないとですね。兄様愛してますよといつもの愛のささやきを。しぐれの袖から大トロが落ちた。失礼しました。さ、真面目なお話、症状の進行度合いによっては入院もありえます。まだ若いから体力があっても、その回復自体ができなくなってしまうのが慢性疲労ですから。そんなこと言ってるとお店どころか死にますよ。死ぬって？死んだら永久に閉店になりますが、それがお望みですか？ご主人様、死んじゃダメです。絶対ダメですよ。いきなり猫を寂しすぎる。ご主人、それはダメ。私は事実を客観的に述べているだけですが。まあ大丈夫です。兄様を見送った後、私もすぐ後を追いますから。心配する方の気持ちが分かりましたか？では体を休めていただけますね。それとも救急車で無理やりがお望みですか？はい、素直な兄様は好きですよ。素直でない兄様もそれはそれでいいのですが。ポッ。ご主人様、大丈夫ですか？ご主人、伸びとかあくびをしてリラックスを、なんかクハー。
ではショコラ、バニラ、お店の閉店お願いね。わーい、任せてくる。通常業務なら手打つ。猫も面白い習性があるものですよね。まあ一緒に暮らしてだなんて赤裸々な。ポ？あら、突っ込む元気もないと？いろんな意味で。兄様への愛ゆえです。さて、冗談はこれくらいにして、どうしてこんなになるまで我慢していたのですか？ご自分の体調などご自分が一番わかっていらしたでしょうに。そうなる前に気づいてたはずです。はぐらかさないでください。それで無理して倒れては元の木阿弥でしょうに。あら、何のことでしょう。兄様のおっしゃることもわかりますが、でも猫は賢い子たちですから、人間の家族にもパートナーにもなれるくらいに。だからこそ、自分にも頼ってもらえないのはきっと寂しいことだと思いますよ。でもその痩せ我慢が兄様のいいところでもあるのですが、過労で倒れてしまうような方に頼りがいはないと思いますよ。兄さんは昔から何でも一人で抱え込んでしまうのですから。もう、あ、すみません兄様、電話が。出ずともわかります。行き先を告げずに出てきたので。私がまだ年端もいかぬ女だからですか？それとも世間知らずの子供だからですか？だから私はお父様とお母様の言うことに従わねばならないのでしょうか。私はここにいたいのです。兄様が苦しまれてる時くらい、せめておそばにいるだけでも、妹として家族としておそばにいることも許されないことなのでしょうか。
は本当ですか？兄様らしい説得の仕方ですね。その代わり、また明日も来ますからね。兄様の面倒を見れる人は、もう私だけなのですから。させておいて、なんたる不始末。これも妹の特権なのですよ。兄様、ガラガラガラ。いやあ、私もガラガラする。ご主人様、ゴロゴロってしてください。私のこのビッグウェーブに乗らざるを得ない。さあご主人、ゴロゴロしてたの？女性に重いとは失礼ですよ、兄様。比較的みんな軽いはずだから大丈夫。これは愛の重さですよ。だから我慢です、ご主人様。猫パラ。それでは頼みましたよ、ショコラ、バニラ。大丈夫です、任せてください。鈴持ちの猫が2匹もいるからもう満杯。そうですね、頼りにしてます。では兄様、また明日に。試験で習った、動けないときは救急車を呼ぶって。ご主人様。ご主人、難しいこと分からなくてごめんなさい。鈴を持ってても人の気持ちまでは分からない。何もできないですけど、でもそばにいますから。ご主人様が前にショコラたちにしてくれたみたいに。ご主人が辛そうなのを見てるだけは苦しい。私にできることなら何でもするから言って。でも猫は賢い子たちですから、人間の家族にもパートナーにもなれるくらいに。自分にも頼ってもらえないのはきっと寂しいことだと
思いますよ。苦しんでるのに黙っていられない。待っててくださいね、ご主人様。すぐにお医者さん呼んできますから。ショコラ、大丈夫？ショコラ、もうちょっとだから、もうちょっとで、そしたらご主人のところに戻れるから。君たち何してるの？あっ、
様が大変で、それでお医者さん呼ぼうと思って。病院が休みでどうすればいいかわからなくて。飼い主さんが？それは大変だけど、君たち鈴は持ってないの？そのいつもはつけてるんですけど。主人の看病してる時に鈴が鳴っちゃうから外してて。とりあえず一緒に来てもらえるかな？ご主人様に連絡がつけばすぐに帰れるからね。お家にあるんです。嘘じゃなくて本当なんです。ショコラはご主人様のためにお医者さんを連れて帰らないとダメなんです。ご主人が苦しんでるから私たちは帰らなきゃダメ。だから行けない。お願い、分かって。ごめんね、そう言って逃げちゃう猫ちゃんもいるのよ。最近猫を使った犯罪とかも増えてるから。だから鈴のない猫ちゃんは一緒に来てもらう決まりなの。すぐに身元紹介してご主人様に連絡するからね。だから鈴は家にあるからって。それに鈴持ちだったらご主人様が緊急の時は救急車を呼ぶくらいわかるでしょ。それは鈴の勉強でやりましたけど。でもご主人様が呼んじゃダメって言ってて。私たちにはお店のことがあるから、お客さんに不安を与えちゃいけないって。わかったから、ご主人様に迎えに来てもらおう。ショコラたちのこと、ご主人様が頼りにしてるって言ってくれたんです。だからショコラたちはご主人様のところに帰らなきゃダメなんです。そばにいてって言われたから、そばにいるって約束したから。だから私たちはいけない。ご主人のところに帰らなくちゃ。わかった、本当にすぐ帰れるからちょっとだけ一緒に来て。え？ダメです、ショコラはご主人様のところにしか行かないです。ごめんなさい、今だけは絶対に行けない。決まりだからどうしても一緒に来てもらわないといけないんだけど。ご主人様、なんで、なんで。主人、どうして。
ご主人、ご主人。鈴の紹介もできましたので、私はこれで失礼させていただきますね。帰ろう。